イナコーエドワーです。はいと、今ね GMA の近くですね。あのね、今日はねちょっとね美味しいジャパニーズレストランに来ておりますよと。ここですね、フミゼンです。ここがね GMA とね ABS-CBN の近くにあるんですね。まあ、この間行きましたねトマスモラトからも近いです。でここがねちょっとねとんかつが有名なんですよ ね。 でねちょっと行ってみようかなと思ってね。でほらあっちにはほら豚がおりますね。やっぱとんかつやからですかね。うん、じゃあ行ってみようか。ここですね、ほら結構ね佇まいもねええ感じでしょうね。なんかねシャレオツですね。結構静かですねこの辺ね。ポンと、ね、入ってきましたね。これ店内がこんな感じですね。結構やっぱおしゃれですねお店の中ね、ほら内装がね、うん、なんかおしゃれなジャパニーズレストランって感じですね。おー、なんかこのライトの感じとかねちょうどいい。でここがねあのしゃぶしゃぶ食べ放題っていうのがありまして、それはねちょっと食べに来たんですね。でね、まあ、一応ねメニューがねこんな感じですね。ここねあのとんかつがね有名なんですね。でここねあのイベリコ豚とかね黒豚のとんかつとかね結構ねいろいろねあるんですね。ありますでしょうね、やっぱカツ系ね、カツカレーとかで、ほらこっちうなぎとかもありますね。あ、銀だらとかありますね。銀だらがほら495ペソ、おしゃれですね。ほらお蕎麦ね、うどんで、なんかね餃子とかね、ちょっとおしゃれな感じの食べ物ですね。お寿司とかもありますね。あでこっちはほら飲み物ね。これアラカルトのメニューですね。でね、ここがねこのしゃぶしゃぶ食べ放題のメニューがありましてね、それがちょっとこのメニューには載っちょらんとですけどね、まあ一応あると、そういうことですね。そのね食べ放題をねしてみましたよと。はい、こんな感じですね。いや楽しみですね。ここなんか2階席もあるみたいですね。階段がそこありますね。ここもねあのお客さんがね今2組入ってますけどね、フィリピン人ですね、うん、やっぱりケソンシティのねこういうジャパニーズレストランってね日本人のお客さんとねまあ合いませんね。やっぱマカティの方のねあのマカティスクエアあたり行きますとね絶対合いますからね。これなんか地下もありますね。地下シェルターみたいなのあるんですかね。気になっちゃう感じですね。いやほんまにね全くケソンシティってね日本人と合わんのですよね。ほんまにねトマス村とあたりをねご飯食べておりますけどね、よくもう何年も前から僕ね今までね日本人と会ったことないですもんね。でもねあのマカティスクエアの方ね行くとね絶対会いますからね。やっぱマカティのあたりにねみんな集まっておるんですね。あ、おいしい。あ、ほらアイスティー。フィリピンではねあのご飯を食べるときはアイスティーですからね。このお茶美味しいですね、うん、好き。結構ここ従業員の数も多いですね、うん、ここのねフミゼンはね僕ね、まあ、初めて来たんですけどね。で結構ねあの Google の評価でも高いんですよね、美味しいってね。でちょっと気になっちゃったんですね。でここでねちょっとイベリコ豚のとんかつっていうのもありましてね、それも気になっておるんですが、今日はねしゃぶしゃぶです。あ、そういえば僕あれ言いましたっけ、皆さんフィリピンしてますか。これなんかオープニングで言い忘れとったような気がしますね。あ、しかもあれも忘れてましたね、フミゼンのしゃぶしゃぶどんとこーい。これね、お行忘れんですよ。ダメですね、反省。ポン、はい、これ来ましたね。なんかね、このポテトサラダとこれがわかめらしいですね。で、スイカとで、しゃぶしゃぶ用のねお肉ですね、ほらほらほら、え、どうですか。でまだねほら鍋は貴重らん感じですね。このわかめね、おあ、おいしいですね。このわかめこれ意外と好きですね、うん、癖になりますね。ポンとでほら来ましたね鍋。ほらどうですか、これ昆布だしとでこっちがちょい辛味噌らしいですね。いや、いいですね。しかもね、これ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 もね、ちゃんとね、岩谷ですね。
ちゃんとしておりますね、この文善はね。ほんまに。でしかもね、ここの人がね、さっきね、音楽消しましょうかって言うてきてくれましたね。気が利きますね。まあええよって言ったんですけどね、なんか止めてくれましたね。いやー、気が利くね、ほんと。でほら、全部揃いましたね。ほら、結構な量の野菜ですね、これ。キノコが多めっちゅうのは A ですね、うん。でね、ほら、これミートボールね。いや、こんな感じみたいですね。ちょっとね、この野菜たちをぶち込んでいきましょうか。ほら、どうですか、キノコ鍋になってきたでしょ。あ、めっちゃ来るね。ポンとほら、だいぶね、ゆだってきましたね。どうですか、これね。でね、やっぱりこう香りがね、良くなってきましたね。いや、そろそろこのキノコ、これ、このちょっとちょい辛味噌の方からね、いきますかね。うん、うん、いいですね、えのき、おいしい。じゃあちょっとね、お肉の方もね、ほら、どうですか、肉。じゃあ、昆布で。僕はね、あのこれ、ポン酢ですね。ごまだれよりね、ポン酢の方が好きなんですね。いい。いや、これ美味しい。ちょっと火強いな。で、火を弱めよう。いや、この肉は美味しいですね、かなり。ほら、ポークの塊ですよ、これ。いや、ここのポークね、マジうまい。べっちゃーつけてね、これ、うん。あ、いい。いや、このポークはもうマジでとろけますね。今まで食べたしゃぶしゃぶが比べ物にならんですね。え、あ、できる。なんかストローが穴が開いとったんですよ。新しいの持ってきてくれましたね。いや、でもここのポークめっちゃうまいですよ。この間ね、あのクリスマスぐらいにね、アコアシーズンズのあのシャブシャブ食べておったでしょう。まずくはないですけど、やっぱりこう比べ物にならんですね。もうここ1位ですね。早くも1位です、この味素敵やん。これビーフね、このビーフの方はまあまあまあ、ああ、まあ美味しいなっていう感じなんですけど、このポークの方がね、もう尋常ではない美味しさですね。溶けるポークってありますか？うん、このビーフもビーフでね、美味しい。このしゃぶしゃぶってね、こうあんまりね、脂っこくないからええですよね。なんぼでもいけますね。ほら、これね、しいたけね、しいたけもちゃんと食べやすいように切ってくれてますね。うん、うん。で、この野菜もね、ほら、なんか人参がね、ほら、星みたいにね、こう散らばってんですね。ええですね、こういうね、気遣いね。このレタスね、このレタスをちょっとしゃぶしゃぶして食べるのがね、うまいんですよね。さっきのこれポークがちょっと残っちゃいましたね、もったいない。さっきのポークがね、ちょっとまあ使ってましたけど、それでもね、肉が硬くならずに美味しいですね。こういうの嫌じゃないね。いや、このキノコ多いっていうのはね、嬉しいですね。キノコってね、なんぼでもいけますもんね、うん。そういや、キノコで思い出しましたけどね、マッタケってありますよね。これもうマッタケってもう10年以上食べてないですね。子供の頃はね、秋口になったらね、おばあちゃんがよう、マッタケの炊き込みご飯作ってましたけどね。いや、それにしてもこのポークはめちゃうま。幸せ。ちなみにね、フィリピンではしゃぶしゃぶ、まあうちらしゃぶじゃなくて、こうしゃぶしゃぶして、まあ、ちょっとピンクぐらいで食べるでしょう。フ
ィリピンじゃないこれ全部ドッパー入れてもうガチンガチンに茹で上げますからねみんな。まあでここね踏み前ねうちからもそんな遠くないんですよね。これ A ですね。もう今後しゃぶしゃぶ食べるってなったらもうここですね。うん。でしかもこの踏み前ってなんか日本でもう40年以上やってる老舗らしいですね。どうですかこのポーク、ツヤツヤでしょ。これも鮮度はね命ですからね、しゃぶしゃぶといえばね。これほらこんな食べ方ができるわけですよ。こんなもうえらこっちゃですね。もうこんなことしてんのねうちのおばあちゃんが見たらもうやめよしってね怒りますからね。いやごめんねおばあちゃん、ほんまにしゃぶしゃぶにこう束でいてこう分厚いところをこう噛むっていうのは A ですね。溢れ出る肉汁が90倍ぐらいになりますからね。うん、これは A わ。うん、ケソン市にもねこういった名店がねあるんですね。あ、Thank you。飲み物がなくなってもねすぐにね補充してくれますから、ちゃんとねこう従業員のこう教育っていうんですかあれがなされちょりますね。こういうの素敵やん。いやもうこのしゃぶしゃぶねマジでね皆さんがフィリピン来た時はね食べてもらいたいですね。特にねあのポークね、とんかつ屋さんですからねかなりのねいいポークですねこれはね。でちょっとあのイベリコ豚のねあのとんかつも気になりますよね。まさかフィリピンでねイベリコ豚が食べられるやなんてね。うん、あうめえわ。でここねあの GMA の近くですからね多分芸能人なんかもね来ておるでしょうね。なんかこう食べ放題でねこのクオリティのねお肉が出てくるやなんてねびっくりですね。でなんかこのねわかめもねなんか美味しいですねこれね。これなんか癖になりますね。うんうん、いやじゃないね。でこのねレタスがね結構ええですよね。この鍋にレタスねこのシャキシャキした感じね、この食感がねたまらない。熱っ。うんうん、いいですねこのシャキシャキね。で今ね結構の野菜がね高いですからね。ポークですね、やっぱこれがうまいですね。こうなんかねとろける感じですね。こんな取り方しちゃった、ドバーッとね。これでねこれ長嶋茂雄食いでしょう。あの長嶋茂雄さんはなんかねてっちり食べるときにこうギュワーってね取って食べるらしいですもんね。俗に言う長嶋茂雄食いですね。ほらどうですかこの塊すごいでしょこれ。このねやっぱりねちょいピンクがいいんですよね。ちょいピンクね、塊よこの。うん、たびにねジュワーって出てくるんですよね。分厚いでしょう、長嶋茂雄食いしてますから。これがほんまにねエンドレスうまみですね。いやこんなもんなんぼでもいけますね。ポンとでねさらにね追加しましたね。ほら怒涛のポークですね。どうですか、美味しそうでしょ。でほらまたねこの野菜もね追加しましたね。野菜もねこれちゃんとね毎回綺麗にね持ってくれちょりますね。うん、こういうの嫌じゃないね。これ鍋ってねあのこうよく問題になるのがアクを取るとか取らんとかってあるでしょう。皆さんどうしてますか、アクって取ってますか。僕ね取らないんですよ、めんどくさいし。そのままねもうぶち込んでもそのまま食べるんですね。なんかまあアクも旨味かなと思っておるんでね、まあええかなっていう感じですけどね。お、ちょっと湯だってきましたね。じゃあそろそろポーク
ちょっと薄めでいきましょうかね、薄めで。さっきからね、長嶋茂雄食いばっかりやってましたからね。庶民食い、いってみましょうかね。これ庶民食いね。庶民食いもね、いい。いや、ええですね。結局ね、ポークがええですからね。庶民食いもね、長嶋茂雄食いもね、どっちもええですね、うん。続きましてね、長嶋茂雄食いですね。茂雄食いができる男になるやなんてね、このフィリピンで。ね、このチョイピンクね。広がる旨味で、ここね、こう最初にね、こうニンニクもね、たっぷりくれますからね。これもニンニクもバチコーンってね、しこったま入れてますからね。全部入れてやりましたからね。あ、ほいでもね、皆さん、そういう意味じゃないですよ。皆さん好きですね。本当に好きですね。わー、今ね、お客さんがね、うちらだけなんですよ。もうさっきのね、2組帰らはったんでね。このお店がね、もしもマカティにあったらね、多分日本人でいっぱいでしょうね。こんだけ美味しくてね、でおしゃれですね、お店の感じもね。だからこれマカティに住む皆さんもね、ちょっとね、どうですかここ。今やったらね、ほらあんまり渋滞してないですからね。あのエッサがね、あんまり渋滞してないっていうのはね、すごくね、ええですよね。フィリピンに住む人たちからしたらね、もんげかったですからね、パンデミック前のね、エッサの渋滞具合やったらね。再びのね、長嶋茂雄ですね、これすごいでしょ、これね。長嶋茂雄完成ですよ、これ、何回食べても感動できますね。皆さんもね、ここ来たらできますよ、長嶋茂雄。お腹いっぱいですね。ほいでね、会計の方が599ペソですね。これしゃぶしゃぶ食べ放題で、ほいでサービスチャージがついて2人ですから1257.90ペソですね。まあだから2500円ぐらいですね。うん、あのフォークがね、めちゃんこうまかったですからね。ここどうやらね、あの個室もあるみたいですね。密会なんかにも使えるんじゃないですか。ふいや、ほんまにね、ここはね、僕はかなり満足できましたね。でね、従業員の人たちもね、ものすごく気利きますしね、鍛えられちょりますね。場所の方はね、下の方ね、ご覧くださいと。チャンネル登録を頼もうします。それではお時間でございます。